重は増えてないのですか？ライダー、そんなことないから。ですが、さくら、サイズが大きくなったのに体重が減っているなどという異次元的な事態は通常ありません。そうかな。ウエストはきつくなってないけど。そうですか。失礼します。ライダー？ああ、失礼。こんにちは、シロ。確かに体重は変わってませんね。そしてウエストも。さっきのあれ、軽量だったのか。先輩、どこから聞いてました？どこからって、あ、いや、体重がなんとかって。あ、いや、さくらは見た目が標準的だと思うから気にしなくていいと思うぞ。あえていくつあるのかは聞かないけど。私は57キログラムですね。先輩、顔が赤いですよ。さくらの胸が大きくなったことに気がついたからでしょう。シロウも見ていないようできちんと観察しているのです。ライダー、先輩にそんなこと言わなくても。隠していては効果がありません。さくら、あなたは自らの武器を自覚すべきです。この際、包み隠さず告白するのも一つの手ではないのでしょうか。俺に告白されても困る。そうです、先輩も困ります。おや、喜びこそすれ悲しむことはないと思うのですが、もっともそのことに憤る面々も少なくないと。こんなことで姉さんは怒らないですよ。凛も人の子です。さくらのような体重は変わらないのに胸が大きくなっていくという恵まれた体質は気になるでしょう。同じ血を受け継いでいるのですから、なおさらだ。凛にとってさくらの体質はいかなる城壁よりも強固な壁に違いありません。でもセイバーは気にしないぞ、きっと。そうですよね。セイバーさんもサーヴァントですから、スタイルなんて関係ないって前に言って。あれはコンプレックスの裏返しでしょう。私にもわからなくはありませんが。やっぱりわかりますか、先輩。いや、サイズまでわからないし、昔に比べればほら、さくらも結構その。それはやっぱり先輩のご飯が美味しいから私も食べ過ぎちゃって。ああ、それは嬉しい。さくら、ですから体重の自己管理は重要です。またサイズが合わなくなってきて、
これくらいのサイズになると可愛いのが少なくなっちゃうのに。姉さんくらいだと